株式会社水は九州地区を中心にドラッグストア、調剤薬局を運営する小売企業。主力事業として調剤薬局、水上薬局の他に化粧品専門店 MIZ や漢方薬専門店漢方水道がある。なお、化粧品専門店は東京小町の野豪で関東地方にも展開している。1910年に 佐賀県有明町にて、溝上金一が創業した、溝上薬局を前身とする。溝上は、当時、栄養の乏しかった人々のために、蜂蜜や朝鮮人参を原料とした練り薬、人参鏡草園を開発し、九州は元より、西日本一帯にまで販路を広げ成功を収めた人物であった。1949年、長男、勝一が、次男、 久尾、三南、トールともに、溝上薬品株式会社に改装し、医薬品卸し事業を開始。同社は後に1978年、人大薬品との合併により、新興薬品株式会社への解明を経て、1994年に、公薬株式会社及び、大石薬品株式会社の2社と合併し、共栄薬品株式会社となっている。 現法人の母体となったのは、1964年に合併前の溝上薬品から分離独立した溝上薬局であり、1992年に株式会社に改祖すると同時に、現在の社名となった。社名は、生命の源である、水、英語で女性の継承である、水、現本社所在地の水が、こう、創業者の名字、 水上の頭文字3つを重ねて考案された。2003年に、同社の官報部門として、官報水道の展開を開始。2011年には、自社運営による、保育園、おへそ保育園を開園。2014年には、高齢者向け複合施設、添いお金及び、介護福祉事業、水ケアの開始を通して、介護分野へも進出した。これ以外にも、 ローソンとの業務提携による、調剤薬局併設型コンビニ、ローソン MIZ の運営や、宅配便ロッカーを展開するパクシティジャパンと、提携指導者のロッカーを利用した、処方せに薬品の受け渡しサービスを開始するなど、幅広い事業を行っている。また、2020年10月より、プロバスケットボールチームの佐賀バルーナーズの、公式パートナーとなっており、同年には、 厚生労働省より、女性活躍推進に関する取り組みを行っている、企業としている母子認定を受けている。かつてはファッションを呼び、生活雑貨ブランドの運営企業、サザビーリーグと、合弁会社イエローアラいを2018年に設立し、ヘルスケアを軸にした薬局を共同で展開していく予定だったが、結局本格的な事業開始の目途が立たず、2019年に、 双方合意の元同社を解散している。会社サイトたより引用。ロソン MIZ 西鉄橋駅前店、MIZ 駅町一丁目佐世保店2018年4月現在、76店舗を展開する。全体の7割以上に当たる55店舗が、調剤専門薬局で、調剤併設型や、コンビニエンスストア併設業態を含めた。 ドラッグストアは7店舗と少数である。ありがとうございます。